肘川は四国の南予地方を流れる肘川水系の本流で一級河川である。流路の全域が愛媛県内を流れている。肘川河流淵。ここには河流山層のフロー案が立つ。肘川に流れ込む支流は474本と多い。上に中流域に大須盆地がある一方で、下流域は強作している。大須盆地の北端である五郎から、 川口の長浜までの区間は、高低差が極めて小さく、両岸に三脚が迫り、警告的な地形である。加えて、大須盆地の北東部、東大須地区に、八王子川への合流点がある。このため、大須盆地に水が溜まりやすく、過去に幾度も水害が発生してきた。近年では1943年、1945年、1995年、2004年、 2018年の水害は大規模であった。ところで、肘川の水は流域だけでなく他の場所へも導水されている。野村ダムによってせき止められた水は南予用水を通じて北は里三崎半島から南は宇和島島島での南予地方一帯を潤している。特に柑橘類の果樹園にとっては欠かせない水として利用されている。一方で流域では 豪雨時に行われたダムの緊急放流によって死者が出たこともある。また、ダムの影響で、下流域の流量は人為的な変動が見られるようになった。なお、大津市が相手前の伏せ流園は、流れが早く風光明媚な場所として知られ、ここには大津藩の藩主の別荘であった下流山荘が立つ。肘川は、西予市宇和町、久保の鳥坂峠付近に源流を発し、 そこから南流して、西予市の南部で東に向きを変え、西予市の村町境市で黒瀬川、船と川と合流式体と向きを変える。その後は、川辺川、小田川等の支流を集め、蛇行しつつ、四国山地を横断する。中流域には、大須盆地が存在する。ここで一気に開け、流れは緩やかになり、大須市街を貫流して八王子川などと合流する。下流域は、 大須州北部にて、両岸の山が迫る、渓谷上の地形から一気に、瀬戸内海へと流れ込んでおり、河口には、水面上の三角州は形成されていない。ただし、海中には膨大なセンサが流れ込んでいる。ここまでの流路延長は、このような場所を流れる肘川は、流域面積の約9割が山地で占められ、さらに、 下流部に大規模な平野部が見られず、流域において目立つ平野部は、中流域よりも上流側に存在する盆地に限られるという得意な流域像を持つ。また、肘川の川口部は、比較的水深が深い上に、河川勾配も緩いため、比較的河川流量の少ない時期には、川口から約1 2トルの地点まで、海水の流入が起こり、この付近では、海水の魚類なども観察される。 一方で、肘川の下流部は、流域に建設されたダムが放流を行う際に、流量が急増し、ダムが貯水している際には、流量が急減など、人為的な流量の変動が目立つ場所でもある。なお、肘川の河口の長浜には、冬季に、肘川の上流の大須盆地から吹き下ろしてくる、肘川嵐と呼ばれる、極地風が吹く。しばしば、大津盆地では朝霧が発生し、 この霧が風と共とに長浜へと吹き降るという現象も起こる。この霧が動く様子が見える、肘川の川口部の東側の小高い場所に、肘川嵐展望公園も整備された。肘川と呼ばれるようになった理由については諸説があり、定かではない。流域のダムが間欠的な放流を行うため、肘川の下流域で人為的に流量が大きく変動する。 また2018年7月の豪雨の際には、野村ダム、六屋川ダムは満水に近づき、7月7日午前6時20分に、異常洪水時防災捜査を行った。これはダムへの河川水の流入量をそのまま放流する、捜査で、いわゆる緊急放流とも呼ばれる。放流直前に、西洋、大須漁師は避難指示を出し、サイレン等による警告も行われたものの、西洋市、 野村地区で約650戸が浸水し、5人が死亡した。この件について、国土交通省は、情報伝達に課題があったことを認め、改善する方針を示した。流域で盛んだった養蚕で生み出された繭を保管するために、大津市街に大津商業銀行が繭を保管するために建てた、レンガ造りの建物。観光施設、大津赤レンガ館として活用されている。 肘川の流域に見られる平地は、氾濫源であったため砂地が多く、水稲の栽培よりも、野菜栽培に適しており、畑が作られてきた。この畑では、大須名物である芋炊きの材料の里芋なども栽培されてきたほか、保存食として漬物も作られてきた。ただ、肘川の氾濫の度に、畑の境界が不明になることを避けるために、東大須地区などでは、 畑のあぜ道に沿うように、畑の境界を示す樹木が植えられてきた。肘川の氾濫による洪水被害を少なくするため、肘川流域に位置していた大須藩は、下藩に竹などを植えることを推奨した。水防林として植えられた樹脂としては、竹の他に、無垢の木やえの木が挙げられる。この中で竹を建築資材として利用する他に、竹工芸品が作られ、熊手、籠、 竹すだれ、市内、物差しなどが製造され、この付近の伝統的な産業の一つになった。かつては、内輪の骨、和さの骨も製造していた。他に、桑の木も洪水に強いとされ、推奨された。この関係で、養蚕も行われ、大津は、眉の集産地であった。また、肘川の中華流域は、水量もあり、それほど急流でなかったため、かつては、 河川周運が発達し、川口の長浜は木材などの集産地として栄えた。この船の通行を妨げないように、川口部の長浜大橋は稼働橋として建造された。このほか肘川では漁業も営まれ、鮎の漁が行われてきた。また、大須の鵜飼は日本三大鵜飼の一つに数えられ、鵜飼は観光資源として残っている。 日本の地帯構造区分の一つの黒瀬川帯の由来である。ABCDF e 小倉敏夫、島谷幸宏、谷田13編集、図説日本の河川 P128 朝倉書店2010年1月30日、発行 ISBN978 から4から254180336、国土交通省四国地方整備局オス河川、国道事務所、 国土交通省四国地方整備局。2019年9月7日閲覧。ダム緊急放流。5人死亡国交省。情報伝達の課題認める。朝日新聞デジタル5人死亡のダム放流。天才だが、人災説明会で住民訴え朝日新聞デジタル。ハット AB グラ敏夫。島谷幸宏。谷田13編集。 図説日本の化戦 P129 朝倉書店2010年1月30日発行 ISBN978 から4から254180336小倉敏夫、島谷幸宏、谷田13編集図説日本の化戦 P128P129 朝倉書店2010年1月30日 発行は ISBN 978から4から254180336ありがとうございます。